はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。12時をちょいと回りました。5月の8日は月曜日でございまして、日経平均前場188円安で引けましたね。ドル円 134.86、 この辺でウニャウニャですか。香港ね、プラス165円で、2万円台を堅実にキープ。原油 WTI 71.5 と、こっちも堅実ですね。はい、金先物も2027と堅実。ドルウォンもですね、うにゃうにゃしてますね。1323というところでございます。どっちへ行くんかなという感じがしますけども。さて、そのウォンの国のですね、亜州日報ですね。日本のビール輸入1年で2倍以上急増、日本製不買運動が弱まり輸入規模を一層拡大する見通しと、これは5月7日昨日ですねの19時35分に出た記事でございます。ちょっと読んでいきましょうか。今年第1四半期の日本ビール輸入額が韓国に対する日本の半導体素材輸出規制措置以後最大を記録した。この半導体素材輸出規制というのは4年前の話です。その時にノージャパン、日本なんかこうだらへんという運動が起こります。そこでコンビニからですね、コンビニの棚から日本ビールが消えたということですね。日本のビール企業は販促活動を積極的に行っている上、新製品販売などの影響で輸入規模はさらに大きくなる見通しだ。7日、関税庁貿易統計によると、今年第一四半期の日本ビール輸入額は1年前より 148.4% 増え、662万6000ドル、約87億9000万ウォンと、まあ、大体9億円ぐらい、1400万円にしたら、9億円弱。日本の輸出制限措置断行直前の2019年第2四半期、1901万ドル以降最大だと。まあ、言うて大したことないでしょうね。1901万ドルということは、ですね、20億、30億ぐらいですか、当時で。30億弱ですかね。日本は韓国最高裁の強制徴用被害者賠償判決に反発し、2019年7月、半導体とディスプレイ材料など輸出規制を施行した。その後、韓国の国内では日本製品不買運動が広げられ、日本ビールの輸入が急減した。2019年、増えてますよという話ですね。と言うてな、大したことないでしょう。327万9000ドル。まあ言うてちょびっとですよ、ちょびっと。日本市場における日本のビールの額に比べ、本当にもうかすってる。というか、もうなんて言いますかね、もう誤差の範囲内と言うべきでしょうね。まあ、それでも向こうにはですね、輸入代理店があって一生懸命売ってるということでしょうね。まあ、しかし別にいいんですけどね、日本のビール人気らしいんですよ、向こうでは。まあまあ、朝日が強いと言いますけど、4年前にですね、ノージャパン、日本なんかこうたらへん、不買運動やった時に、朝日ビールの業績がそれでですね、影響があったかというとほぼないわけです。誤差の範囲内なんですよ。誤差の範囲内です。まあ、そんなことよりもね、別に日本のビールを たくさん飲んでいただくのは結構なことでございまして、ね、飲んでいただければいいんですけど、2年前にですね、日本で1年遅れの東京オリンピックがあった時にですね、韓国選手団、東京は汚染されてるんやって。あのとこ行って日本のものを食べたら、ですね、オリンピック選手の健康が害されるという名目でですね、日本のホテルを借り切りまして、韓国選手団に、給食をしてたわけですね。というて、要は1日2食の弁当を届けたわけですね。この弁当の中身を見てみたんですけど、かなり、あんまり美味しそうな印象ではなかったですね。
まあ多分あの向こうのですねことですから、途中でですねまあ予算をですね中抜きするような人がいるんでしょうね。中抜き中抜きでですね届けられる弁当はあんまり美味しくないということでですね、お隣さんの選手団はですね、あの評判の超良かったですね、あの食堂に殺到しましてですね、ご飯をいっぱい食べてたということでございますけど、あのそもそもですね、日本の食品は汚染されてるわけですよ、向こうに言わせると。汚染されてるんで、危険やっていうことになってるわけですよね。だからですね、巨大なですね、給食作業団を送り込んでですね、日本のホテルを借り切ってですね、韓国選手選手団にですね給食を実施したわけでしょ。他百何十カ国参加してそんなことやってるのは韓国だけなんですけど、他の国から来た選手団はですね日本のあのですね選手村の食堂のですね超評判のいいですね食堂で美味しい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 って食べまくったわけですね。その後ですね自分の国にお帰りになって健康被害があったなんて話はちっとも聞いておりませんけども、まあでもですね彼らはですね危ない、東京は汚染されてる、日本は汚染されてるって言うてですね給食団を送り込んできたわけですよ。そんな日本からねあのねビール輸入して飲んでええの、汚染されてんやろ、怪しいんやろあかんやんそんなんって、そもそも輸入禁止にしなあかんやんって、東京のですね、東京で食べるものが汚染されてるんであればですね、あ全部ですね、日本からの、あの食材は全部輸入禁止にしてですね、あの、自分たちの健康を守らなあかんやん。なんで守らへんの？あかんやん、そんなん。全然やってることが矛盾してるやん。どうなってんの、それ。という話ですね。1月にはですね56万人の方がですね、1月は3月か3月には56万人の方がですねお隣さんからいらっしゃってですね、日本でですねコンビニ弁当とかですね牛丼とかをお食べになってお借りになったということがですねインスタグラムに出てきたりして SNS に出てきたりしてですね、ふーんという感じ、もっと高いところで食べてえな、せっかく来てんさかいって、そうでしょ、日本にはねあのお寿司もありますしね、日本料理いっぱいありますからですね、別にコンビニ弁当とかですね、牛丼屋さんの牛丼屋さんとかですね、そういうとこ以外にも美味しいとこいっぱいありますからね、別に日本はコンビニ弁当でも美味しいですけどね。それでお国ではですねアサヒビールがですね、あれですね、倍増する勢いで売れていると、まあ結構な話でございますけども、アサヒビールもですねその他の日本のビールもキリンもですね、ビールの原料水でございまして、日本の水使ってますよ、日本の水汚染されてんのちゃうの そんなビール飲んだらあかんやん、あかんやん、あんたら美味しいビールいっぱい作って、あ結構なお隣さんビール美味しいんですよ、あの OB やったかな、 OB ビアとか、僕もあのもう僕は私が行ったの30年以上前ですけど、結構大人さんのビールって日本に近いものがあって、まあもともと日本の会社が行って製造工場を作ったのが原点でしょうから味がよく似てるんですよね。で別にわざわざ日本のビール飲むことないやんって、別にそれをねあの高いんでしょ、あの国産よりも当たり前ですけどもわざわざ飲むよりも自分たちの健康で、ね、心配した方がええんちゃう、日本に来てまでわざわざ給食団を送り込んでですね、給食作業チームを送り込んでですね、自分たちの選手に、ですね、あの、あんまり美味しそうではない弁当を供給してきて、ですね、他の百数十カ国の選手団は何の健康被害もなかったんですけどですね、あ健康被害があったら大変やって言って、お隣ですよお隣、日本のお隣事情がよく分かってるにもかかわらずですね、そういう行為をなさったわけですからですね、日本のビールなんか飲んだらあかんわ、そんなどうなるか分からへんやん、放射能に汚染されてるかも分からへんで、ほんまに、それよりもですね日本に来てですね56万人も来てるってどういうことなんですか、このままいったら年に700万人はいらっしゃる、下手したら800万人いらっしゃるかも分かりませんね、そんな汚染された国に来て飲んだり食ったりしたらあかんやん、ましてや安物のねコンビニ弁当とかね牛丼とかねファーストフードとか食べたらあかんわ、そんなもっとたくさんお金払うてるんですね銀座の高級なお寿司屋さんに行って1人3万円ぐらい払ってですね日本のお寿司を食べたらあかんわ、そんな
と私は思いますけどね。はい、ということでございまして、このですね、亜州日報、向こうのメディアですね、の今読んだアドレスを貼っておきますので、皆さんもぜひご覧いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。